吉谷拓郎マトリックス第2話でございますね。久しぶりに第2話がやってまいりました。えー、こう、前回ですね、私がお伝えしたのは、もう、あの、なんか、んか繰り返し同じことを言うんではなくて、繰り返しさないと分かんないことは別に巻き戻しはいいじゃん。そのための YouTube じゃんっていう話なんですよね。だから私は、リアルセミナーでは、あの、もう一回言いますよっていうことを言うんですよ、結構ね、えー。大事なことを言った後に、大事なことをもう一回トーンを落としてるんですよ。大事なことっていうのはこれですよ、と。 ももう1回言いますけどもこういうことなんですよっていう風なこんな言い方をセミナーでしますけども動画の場合は1回でいいかなとか思っちゃうんですよね、まあ、だからその吉谷さんの発信スタイルと私の発信スタイルやっぱりこういうところで違ってくるのかなと思いますし違うからこそ違う方があの熟成っていうかね、えーまあ、生徒さんにいらっしゃるのかなと思いますで吉谷さんと私がこうやってねそれぞれのやり方でやればもはやね手の届かないところっていうのはないと思うんですよね まあですから違った特徴っていうのはやっぱりこう尊重し合えるっていうかね、えー、やっぱ違うところを認め合えるっていうのはすごくいいなと思いますよねだからジョイントっていうのは即果塾とドリアカとねあの合宿とかやりますけども私も非常に楽しみなのは似たようなものの中でも違うところがあるってことですよねこの違うところから学び合えたりとか違うところからさらにね差別化を図ったりとかできるわけなんですよ。うん、どういうことかっていうと吉田さんがこれをやってるから俺は絶対そっちに寄らないぞっていうところもあるんですよね。 もしくは、吉田さんがこういうふうなことをやってるから、あ、参考になるなと思って取り入れることもあるんですよ。だから、どっちもどっちなんですよね。100%この通りでもないですし、100%アンチでもないし、うん、やっぱり自分なりの情報が変化していくっていうのは、誰かの情報に触れたからだと思いますしね。えー、それができるのは、なかなかいないんですよ、うん。やっぱり私もね、他の方の YouTube を見て参考にするところもありますけども、やっぱこのようにね、やり取りができながら、うん、共同で進化できるっていうのは、 このちょ合宿のと動画以外には今なないかなと思うんですよねもうすぐ世話になりますよね、えー。こういうふうな形で皆さん、この動画を見てる皆さんでも、誰かとキャッチボールができるっていうのはね、すごくありがたいことだと思うんですよ。で、今回の動画のまとめになりますけども、私がね、この動画のキャッチボールをやる前に、実はね、メルマガ、一人メルマガなってやってました。読者さんが一人のメルマガっていうのを運営してました。これをね、2年半ぐらい続けたんですよ。で、読者さんに対しては、読者さんは自分一人が、 メルマガを受け取ってるって思わないんですよね全体の数百人とか数千人に発信してると思ってメルマガを読んでいただいてるんですよ。で私としてはチャンネル登録じゃないあの登録者っていうのは1人のメルマガやってるんですよね。ですから100%フォーカスしたメルマガができるんですよ。でこれの購読率っていうのが2年半100%だったんですよね。で辞めた時っていうのは読まなかった日があったんですよ。その時に辞めました。最終回ですって。<laughs> 開封がされなかったんでね、えー、本日で終わりますみたいなことで開封されなかったとは書かなかったんですけども。 役割が終わったと思いますすで終わりままってことを書きました、ねえーまあそういうふうな形でねあのメディアっていうのはいろんな方に手渡されてますけどもどのような解釈どのような手法を使うかってことが分かれていく要するに発信者の責任がかなり重いんじゃないかなと思うわけなんですよね、えー、そうですね YouTube やってきましたけどもこうやって振り返ってね億万長者合宿1000話に直前になって思うんですけども私たちの YouTube をやる前からスタートして 線は積み上げた人っていうのは別にね。あのー、あらゆるジャンルの中でどのぐらいいるかなと思うんですよね。4月に合宿ありましたよね。でまあ、半年にはならないんですけども、およそ半年として6ヶ月の間に1000本アップロードした方が YouTube 業界の中で果たしてね。何パーセントいたかなと。全アカウントの中で0.0。数パーセントなんじゃないかなと。私は予測しますね。まあ、だからね。このぐらい繰り返すってことが必須なんですよ。大事じゃない？必須なんですよ。 繰り返すすことででししか私たちはことを成し得ないんですよ、ね、受け取る方も発信する方も繰り返すことですそして力量に応じては3回繰り返せばうまくいく人と3,000回繰り返してもうまくいかない人っていうのが分かれるんでどの道を選ぶかってことが決まってくるんですよねはいもしかしたらね皆さんはあの陸上の選手になることをね3年間やっただけでトップに立てたかもしれませんよね、うん、でもそうではない道を選んだのかもしれないと様まですよね 今インターネットの時代が来て私はインターネットってものと相性が非常に良かったなと思ってるだけでございます学校教育とかね、えー、スポーツとかとは私はちょっと組み合わせが悪かったと、うん、ついに組み合わせのいいものが40過ぎて見つかったというそんな感じですかねではマトリックス